I hope we could, but I won't start over again.
もしもし、私です。夜分にすみません。その先日来の彼女の扱いですが、やはり調べていただく形でお願いします。体に特徴があれば親族を見つけてやれるかもしれませんし、それに私は彼らストレガの裏にもキリジョンが行った何かの罪があるように思えてなりません。気づいてしまった以上、伏せて葬ることの方が冒涜であるように思えます。無論責任は全て私が。は？今なんと、象徴か、遺体がですか？ですがアロバンの検視では確かに。わかりました。すみませんが、詳しいことがわかるまでこの件他言無用にお願いします。また変化があるようでしたら。はい、お願いします。では。どういうことなんだ。とにかくしばらくは静観して事態を見極めるしかないか。Body, make sure you don't hurt nobody.
あ、おかえりなさい。探しました。ここで何をしているんですか？気がついたら自然とここへ来てたんだ。自分でも不思議だよ。空も地面もおかしな色になって、人の姿がみんな消えて、大変なことが起きてるはずなのに。でもどういうわけか、心が落ち着くんだ。忘れたの？え？影時間。普通なら踏み入れないはずの時間。でも、あなたは適応している。人間ではありえないほどに。ようやくわかったんです。初めて見た時からずっと感じていたこの気持ちの正体。あなたはダメ。あなたは敵。僕が敵？敵、そうだ。今夜と同じ満月の、ずっと前にもこんな。そう、あなたとはすでに一度会ってる。お互いに敵同士として。僕は誰だ？君は？私はアイギス、対シャドウ非常制圧兵装のラストナンバー。シャドウを倒すために生まれてきた機械。倒すため？そしてあなたの本当の名はです。10年前、私が封印したシャドウ。シャドウ、10年前だ。生まれてすぐ僕はこの橋に降り立った。私の目的はシャドウを殲滅すること。そのために私は私という人格とペルソナを授けられた。僕は13番目の属性を持つ者。みんな僕をデスって呼んでいた。
でも生まれた時、力の一部が砕けて散らばってしまって、あの時の僕はまだ不完全な存在だったんだ。それでも力は想定を超えていた。倒せない以上、残された道は捨て身で封印することだけ。そしてあの場に封印の器として足りるものはただ一つ。偶然居合わせた人間の少女以外になかった。私には選択の余地はなかった。そうか。僕、ずっと彼女の中にいたんだ。12の破片に引き寄せられるようにって。僕が彼女を誘った。そして…そうか。今わかったよ。すべて思い出した。僕が誰で、どういう存在なのか。機械は目的を決められて生まれるもの。あなたを倒す。それだけが私の生きる証。そんなことはないよ、アイギス。パラディオン。止めるんだ、アイギス。無駄だよ。僕の力はあの時よりも。ごめん。ごめんなさい。私じゃ無理みたいです。決められたことができない機械に意味なんてないですね。ごめんなさい、皆さん。怖いよ。ユノ？何かあったんですか？ユカリ、どうした？何か用事か？いえ、今日って満月だなと思って、なんとなく。先輩もでしょう。もう職業病ですね、これ。まさか、本当に何か？まだ何と決まったわけじゃない。ただ、アイギスの姿は見当たらないんだ。アイギス、どこに？それが、一度ペルソナの反応があって、その後すぐアイギスの反応も消えちゃって。ペルソナの反応って、まさかストレガ？ストレガの反応自体は出てない。だが、何とも言えないな。場所がはっきりしました。ムーンライトブリッジです。よし、みんなを呼んでくれ。とりあえず、現場へ行ってみよう。私、全部思い出した。私が誰なのか、彼が誰なのか。あなたのそばにいたかった理由も分かったの。ごめんなさい。私、やっぱり勝てなかった。ごめんなさい。君が謝る必要なんてない。お前、リョウジ君、なんでここに？アイギス、どういうことだ？すべて僕のせいなんだ。お前がやったってことか？やめろ、アキヒコ。彼は戦う意志を見せてない。説明してくれないか。君は何者だ？僕は君たちがシャドウと呼ぶものとほぼ同じ存在なんだ。お前がシャドウだ？
僕はシャドウから一歩進んだ存在、12のアルカナが全て交わって生まれる宣告者なんだ。宣告者？さっき全てを思い出したんだ。シャドウの正体、そして僕自身の恐ろしい正体も。信じられない、こんなことって。シャドウの正体を知っているのか？知ってる。何？シャドウたちの目的、それは母なる者の復活なんだ。死の宣告者、その存在に引き寄せられて母なる者の目覚めは始まる。死の宣告者、それが君だというのか？そう。母なる者って一体？大いなる者さ。君たちの言語に当てはまる言葉はない。10年前、一人の人間の手によって無数のシャドウが一つの場所に集められた。そこで僕は生まれたんだ。でも結合はなぜか急に中断されてね。僕は不完全なままで目を覚ました。そして僕はアイギスと相打ちになった。アイギスと？本当なのか、リョウジ？彼女は僕を封印しようと捨て身で挑んだ。そして僕はたまたまそこにいた一人の子供の中に封印された。その子供は僕を宿したまま成長し、運命のいたずらで再びその地へ戻ってきたんだ。君たちの学園に転入生としてね。転入生って、まさか。そう、彼女だ。僕はずっと彼女の中にいたんだ。中にいた。そして彼女に特別なペルソナ能力が目覚め、それと同時に12のシャドウが目覚めた。彼女の中の僕と一つになるためにね。領事が死の宣告者、しかもこんな小さい体の中に入ってた？いきなり言われたって信じられっかよ、そんなの。全て僕が原因なんだ、ごめんよ。それに君たちにはまだ大事なことを伝え。リョウジ君、ひどく消耗してるようだな。今日のところは引き上げて休ませよう。アイギスの件もある。話の続きはその後だ。彼が目覚めた。夜になったら4階の部屋に集合してくれ。わかりました。じゃあ後でな。畜生、幼児のやつ。これで全員集まったな。リョウジ君、もう大丈夫なの？ありがとう。僕なら大丈夫だ。それに僕には全てを伝える責任がある。リョウジ君、早速だが聞きたいことが山ほどある。質問に答えてもらおう。君は昨日、シャドウたちの目的が母なる者の復活にあると言った。その存在について教えてくれ。復活すればどうなる？母なる者の名はニュクス。ニュクス？太古、この星に死なるものを授けた僕らシャドウの母たる存在だよ。目覚めれば星は純粋なる死に満たされて、全ての命は消え失せる。命が消える？全ての命が消える。まさか絶滅するという意味か？
生きることをやめてしまうって言った方が正確かな。影人間のことを言っているのか。それが滅びか。けど仮にそうだったとしても防ぐ方法とかあるんでしょ。何よ、まさか防げないとか言わないよね。すまない。待ってよ、何謝ってんの。そんな確定ってこと。そうさ、鐘が鳴ったのを聞いたら、あの時全ては決したんだ。僕は宣告者、死を宣告する者。僕は存在そのものが滅びの確約なんだ。滅びの確約。それはいつ来る。おそらく次の春はもうやってこない。それってすぐじゃねえか。みんな何ビビっちゃってるわけ。ニュークスだかなんだか知んないけど、そんなん倒しちゃえばいいじゃん。今までだってずっと勝ってきたじゃんよ。それは無理だ。ニュクスの前では力の代償なんて問題じゃない。死なない命がないように、時の流れを止めてしまえないように、ニュクスを消すなんてことは決してできない。そんな、ありかよそんなの。いきなりですね。僕はシャドウが集まって生まれた存在だ。なのに人の姿をしてて、君たちとこうして話せたり、喜んだり悲しんだりもできる。これは僕が彼女の中にいたことの恩恵だ。おかげで僕は君たちに選択肢をあげられる。選択肢？ニュクスの訪れはもう避けられない。でもその日までを苦しまずに過ごすことはできる。僕を殺せばいい。宣告者の僕が消えれば、影時間に関わる記憶は全て消える。つまり君たちの記憶からこの救いのない現実を消すことができる。もう何も決して思い出すことはない。滅びの訪れは一瞬のものだ。何も知らずに迎えるなら苦しまずに済む。全てを忘れる。普通の高校生活に戻れるってことさ。それに滅びまでの時間も少しは長くなるかもしれない。本来僕の性質はニュクスと同じだから、殺すなんてできない。でも彼女のおかげで今の僕にはわずかだけ人の性質があるんだ。彼女の手でなら多分できる。リョウジ君、もし僕を殺さなければ全てが今のままだ。避けられない間近な死を怯えて待つだけの救いのない日常がただ続いていく。でも僕は君たちをそんな目には合わせたくない。そうだよ。っていうか忘れれば楽だなんて、そんなの単なる逃げじゃない。逃げることは悪いことかい。逃げなければ、そこには君たちの想像を超えた途方もない絶望が広がってる。絶対に死んでしまうという怖さを君たちはまだ知らない。今の気持ちだけで簡単に決めない方がいい。なんだよ、なんなんだよこれ。すぐに決めなくてもいい。少しだけどまだ時間はあるから。12月31日、今年の大晦日、それまでに考えておいて。それを過ぎると僕は影時間の闇に溶けて、もう君たちの触れられない存在になる。リョウジ、どうせ僕はニュクスの訪れとともに役割を終えて消える存在だ。僕の心配はいらない。大晦日になったらまた来るから。
おい、待てよ、リョウジ。リョウジ君。また来るか。
I hope with
さい。ここがあなたの住んでいる場所ですね。あ、その今更ですが、入ってもよろしいでしょうか。ああ、なるほど。え、あ、すみません。笑ってましたか。そのとてもあなたの空気がするので、匂いというのでしょうか。難しいですね。成分を並べても意味はないでしょうし、良い悪いもありませんし、あえて言えば好きですかね。ところで今回の私の依頼についてですが、その不快に思われたのでは。え、そうですか。それならいいのですが、こちらの世界は素晴らしい輝きに満ちていますね。街並み、神社、どこも美しく趣があって、あなたと過ごした短い時間の何もかもが忘れ得ぬ思い出。ありがとうございました。こちらの世界へ来たいという依頼はこれで最後になります。ですからあなたとこうして二人で過ごすのもこれが最後。十分に依頼達成となります。今まで
ありがとうございました。あなたも楽しんでいただけたなら幸いです。ではもうおいとまさせていただきます。これ以上こちらにとどまっては己の本来の役割を忘れてしまうかもしれません。ですがそれはあなたにとって不利益なことですから、これが最後です。本当にありがとうございました。お手をどうぞ。最後に。
あ、おかえり。あれから1週間。正直これからどうします？風花は？ゆかりちゃん落ち着いてるね。混乱してても始まんないでしょ。この1週間ここのムードも最悪だし、誰もタルタロスへは行かないし。確かにそうだな。人という生き物が7日を過ぎるとどんな環境にも適応を見せるらしいがな。どうだみんな、そろそろ冷静に話してみないか。真田さんはもう決めましたか？さあな。だが逃げる気はない。ニュークスと戦うということか。どんな相手かもわからないし、倒せない存在って話だけどな。お前こそ涼しい顔して本音はどうなんだ？正直自分の死についてこんなに見つめたことはなかった。しかしどちらかを選択せざるを得ない。苦しいよりは楽な方がいいさ。だがそれで彼を殺すというのはな。それにどの道死ぬという点も気に入らない。じゃあ領事君には何もしないってことでうちですか？お前はどうなんだ？私はその、確かにどう死ぬかとか言われてもそんなの選べないよね実際。っていうか順平は決めた？いや。どうしたの？あ、もしかして怖い？なんだよそのノリ。冗談言ってる場合かよ。ジャンペ死ぬって話だぞ。怖いに決まってんだろ。みんなも何ご立派なこと言ってんだよ。絶対死ぬって意味考えたんかよ。じゃあどうするんだ。殺すのか彼。俺にできることなんかないっすよ。殺せんの一人だけ。気づかなかったのか。そんな偉いもん抱えながらお前気づかなかったのかよ。お前が育てちまったんだろう。お前が滅びを呼んじまったんだろう。純平、どうにかできねえのかよ。やめなよ純平、彼女のせいじゃないじゃん。今まで抱えてきてくれたから私たちまだこうしてられるんじゃない。くそ、分かってんだよ。けどさ、頭じゃ分かってたって。なの解決しねえって分かってたって。怖えもんは怖えんだよ。私もだよ純平君。平気なやつなんていない。俺だって怖い。そうだな、私も正直震えが来るほどだ。生まれて初めてだな。みんな同じだよ。私だってさっきはあんな風に聞いて悪かったけどさ。でも私忘れるなんて嫌だって。ここに来て
いろんなこと分かったから私。ユカリッチ、悪い、グダグダ怒鳴ったりして。今の順平に偉そうなこと言える人本当は誰もいないよ。だから気にしてないってね。お前が謝るこっちゃねえんだ。分かってんだけど、さっき悪かったな。よし、もうこういう半端な集まりはなしだ。どのみち彼が再び現れるのは大晦日だ。それまでは普段通り過ごすことにしよう。まだ時間はある。それまでよく考えてくれ。
手を引きました。よし、敵が体勢を崩しました。
の奇襲です。数は一体。お前たちなど敵ではない。危なくなったらいつでも止めてくださいね。ラスイチです。行くぞ。敵は総崩れだ。一掃する。縁の旅にしてやる。
さんいます。気をつけて。来て。続けてどうぞ。敵は総崩れだ。一掃する。天の旅にしてやる。先制攻撃のチャンスです。敵一体。ペルソナ。ラスト2つです。
やるじゃん。ヘル様、またアマダ君が敵を撃破しました。良い攻撃だヘル様。シャドウの手に負けてられない。Battling, moving fast while you just paddle.